巣立ちの魔王城、星に、2020年っぽい設定のひねりの効いた漫画。主人公は RPG でいうところの始まりの村に住む道具屋のオス。この始まりの村はドラクエでいうプレイヤーの初期スポーン地点なので、モンスターはクソ雑魚なめくじしか出てこないという感じののどかな村。そこの村出身の勇者がなんやかんやあって魔王を倒してしまったために道具屋は必要ないということで、バイトでなんとか生計を立てているという感じ。そこになんやかんやあって元魔王の美人の幼女が自殺しようとしているところを、たまたま主人公が助けることで身代わりに主人公の道具屋は目をべらしてしまう。罰が悪いということで、メインチョロインの元魔王は主人公を助けたら、主人公は魔王の資質を継承してしまい、次期魔王としてチョロインと共に道具屋の経営を始めるというシナリオ。ここからややネタバレ。この後、この村に燃え尽き症候群して戻ってきた元勇者も現れて、この元勇者はすんが悔しがる顔が最高にそそるという、いわゆる嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいとか、S のメスが悔しがる顔に性的にめちゃくちゃ興奮するという感じのこじらせであり、メインチョロインの元魔王は道具屋に可愛いとか言われてチョロイン化しており、自分を倒した元勇者が嫌い。元勇者はそんなチョロインが好きで、チョロインが好意を寄せている道具屋が嫌いという三角関係をたしなむというコメディ漫画。作画がくっそ綺麗。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よ。